始まるよ。みんなこんにちは、まりちゃんです。ゆりちゃんです。ひなちゃんです。パパです。今日は24時間チャレンジをしたいと思います。はい。今日のテーマ、皆さんドキドキですね、はい。では今から発表します。はい。24時間カタカナ禁止で生活してください。え、どういうこと？どういうこと？カタカナを言わないってことです。ポテトちょうだいとか言ったらもうアウト。イエー。ラッキーって言ったらもうアウト。ただルールをちょっと今から説明しますね。このリビングでカタカナ禁止生活をしてください。はい。一回もカタカナを言わなかった人には1人1万円の賞金をお渡しします。イエーイ。そうで、今イエーイって言ったのもカタカナなんで、あの本当はマイナス100円です。イエーイ。で、一回カタカナを言うごとにマイナス100円になってきます。100回カタカナ言っちゃうと0円。100回も50回言うと5000円ゲットということで、ママがいろいろ質問したりするのね。で、何か欲しいものある？カレー食べたい？とか。その時になるべくカタカナで答えないように違う言葉で答えてください。ママからの質問に黙るのはなしね。お手洗いも行っても OK だし、お風呂も入っても OK です。それ以外はずっとこのリビングで過ごしてください。はい、はい。ただいま13時午後1時ですので、明日の1時まで24時間チャレンジを実行します。はい。では今から5分以内にリビングで過ごすもの何でもいいから持ってきてください。はい。で、後で一つ一つ何を持ってきたか言葉で説明してもらいます。そうもう一つよね。ゲームは24時間禁止です。Netflix も禁止、 YouTube も禁止。ただママがミッションを与えるので、そのミッションにクリアしたら1時間だけゲームやっていい。で、途中でパパが1回だけ邪魔しに来ますから、カタカナを言わせようとしに来ますから、1回だけね、この24時間の間に。それは楽しみにしててください。だねー。大丈夫、それはセーフです。セーフです。はい。では今から荷物を持ってきてください。よーい、ドン。はい、待って、5分です。はい、何を持ってくるのか。今51秒です。ここになんか見せるね。うん。ひずちゃん何持ってく？リザードンだっけ？これ？うん。カタカナだから。あ、言えないね。カタカナって言っちゃった。はい、ということでひずちゃんカタカナって言っちゃったんで、また2回目。マイナス100円です。水色の、なんかわかんない、不思議な生き物。あ、生き物ね。OK。キャラクターって言いそうになったけど、大丈夫だね。これ持ってく。あ、ポケモンカードだ。ポケモンカードで過ごせるね。はい、ただいま1分43秒。ひなくん何持ってく？ポケー。あ、リュックサックね。はい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 。危ない。袋とか、なんか背負うやつとかね。背負うやつね。もう2分経っちゃったよ、みんな。もうママとかパパって言ったら、それもカタカナですからね。もう終わった。あ、終わった。あ、かわいい、かちゃん人形だ。布団はいいの？下で寝るんだ、今日。下。あ、そっか。枕とか。なんか大丈夫かな？お布団も持っていくんだよ、枕も。うん。うん。ひなくんは何を持っていくのか分かっていませんね。大丈夫ですか？布団と枕は絶対必要だよ。寝るから今日下で。まりちゃんは何？あ、キジちゃん。なんだっけこの子。キジ。あ、キジちゃん。キジって思いっきり言ってたんで、アウトです。マイナス300円だね。もうどんどん言いすぎてる。言いすぎてるね。はい、まりちゃん。汚い机ですね、本当にまりちゃん。綺麗にしてもらう。汚い机です。皆さんこれ掃除した方がいいと思いますけどね。はい、3分22秒。これは猫、猫の枕。あ、猫の枕ね。うん。まりちゃんもすごいキティちゃんとクロミちゃん持ってるね。うん、キティちゃん好きな。うん、オッケー。はい、3分48秒です。はい、まりちゃんはもうこれだけでいいんでしょうかね。ゲームはできませんからね。あと本とかもいいんじゃないですか、銭天堂とか。言っちゃった。なんて言っ
言っちゃった？リュックって言っちゃった。リュックって言っちゃった。あ、自己申告ありがとう。まりちゃんも早速マイナス200円ってことかな。はい、いずちゃん、クロミちゃんとか布団も持ってきましたね。はい、いずちゃん、なんかつけてるブレスレット、腕見せて。そう、これ。あ、かわいい。これ何？沖縄で買ったやつ。沖縄で買った？うん、つけるもの。あ、つけるものね、ブレスレット。はい、あと4分37秒あと20秒しかない。13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、はい、ストップ。はい、では持ってきます。みなこん、どうしたの？そこにあるものを持ってくればいいよ。大丈夫だよ。はい、じゃあ行こう。ああ、目覚まし時計ね。あ、いいじゃん。完了。うん、オッケー。まりちゃんもフィニッシュ。フィニッシュ。完了です。オッケーオッケー。じゃあみなくん、そこにあるの持ってっちゃおうね。どうした、みなくん？まずさ、うん、まだじゃ全然さ、見つかってない。もうまだ全然さ、うん、顔も見つかってない。見つかってない。別にさ、ポケモンカードとかでいいんじゃない？あとはお姉ちゃんたちに借りるとか。あと下にあるオセロとかもいいよね。オセロとかいろいろ遊ぶのあるじゃん。カードゲームとかね。それでいいでしょ、うん、ね。じゃあ行くよ。みなくん、ちょっと、そう、初っ端から泣いちゃいましたね。落ち着いて、まだまだ始まったばっかりだから。じゃ紹介してもらうよ。はい、では皆さん、荷物持ってきましたね。はい、ここで24時間過ごしてもらうんだけど、キッチンに来てはダメですよ。ここ白いとこもキッチンですから。ではまず、まりちゃんから何を持ってきたのか説明してもらいましょう。はい、まずこの水色のお布団、白い枕、うん、猫ちゃんの枕。あ、猫ちゃんの枕。いろいろな色、うん、色でかける。あー、筆記用具。そう。あ、なるほど。ペンですね、ペン。色鉛筆みたいな、はい、あ、色鉛筆みたいなね。クイズ、都道府県カードゲーム。これは、うん、たくさんの絵が描かれた、うん、紙があります。うん、その紙を問題で当てていく遊びです。あー、わかりました。おっと、ウノが出ました。ババ抜きみたいな。ババ抜き、ババ抜き。うん、ババ抜きのババ。ちょっとカタカナかなみたいな。カタカナで描くっけ。うん、そう、そうママ、ママ、ママ、ママ。あ、ひらがなだよ、ひらがな。ひらがなだよね、今ママって言ったね。マリちゃん、マイナス100円。今マイナス100円です。なんで？え、ママって言ったよね、今。思いっきりママってビデオで撮っちゃってました。いつもよ。はい。はい、マリちゃん、他にもカードゲーム。あ、ちょっとこれ説明してもらいたい。これどういう遊び？これ。磁石。表と裏が白と黒のたくさん入ってます。うん。ちっちゃい机に置いて遊ぶゲームです。あ、ゲームって言っちゃった。ということで、まりちゃん、マイナス100円ですね。楽器ですね。あ、楽器か。笛みたいなね。はい、じゃあ次はみなくん。みなくん、何持ってきた？うん、これ。あ、これ何に使うの？おー、ポケモンの？ここに、うん、紙？うん、ここに載せるやつ。あ、紙ね。なるほど。カードを紙と言った。さすが、素晴らしいね。キャラクターは何？これ？うん、これは、うん、赤い恐竜みたいなやつ。そう、そう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 。と、枕と布団も持ってきたね。これは、バッ。危ない。これは、なんだっけ、背負いやつ。背負うやつ？うん、こうやって吹くやつ。あ、吹くやつね。それを持ってきましたね。わかりました。 OK。 はい、そしてポケモンカードをするためにポケモンカードのデッキも持ってきました。はい、じゃあイズちゃんどうぞ。おにぎりちゃんどうぞ。はい、はい、何持ってきた？まず、うん、布団。うん、布団ね。ホワイトの布団ね。イズがめちゃくちゃ大好きなぬいぐるみ、うん、これの生き物は、うん、ネズミ。あ、ネズミちゃん。リカちゃん、うん、ああ。え、いいんだよ。ピカちゃんはカタカナなの。え、残念。マイナス100円です。え、でもひらがなでも書くよ。目覚まし時計。あ、目覚まし時計持ってきました。あ、枕。ピーちゃんの枕。みなこんずるいですよ、寝てますよ。人形。あ、お人形ですね。これもポケモンですね。ノート。かわいちゃった。ノート、カタカナです。ということで、ピーちゃんマイナス200円。これは自由帳です。あ、自由帳ね。これは、うん、筆記用具が。あ、ペンケース。中身は、うん、ボール。あ、ボールペンって言っちゃった。あ、ひずちゃん、ボールペンもカタカナだよ。いやちょっとかわいそう。鉛筆だけ。ひずちゃん、それ何するの？自由帳で絵を描きたいってこと？なんで？そう、なんで？あ、なんか言ってた？消し、って言った。あ、消しゴムって言っちゃった。え、違うよ、違う、それ。それってひらがなだよ。最後の2文字がカタカナなの。
そう。ママ聞いてないから、あのセーフにする。ママね、聞こえてなかった。思いっきり。次からは、ちゃんとママ聞いてるし、マリちゃんに言われたら、あのマイナスにするからね。だってビデオに残ってると思うよ。ミナ君が消しゴムって言ったの。これ。あ、それね。みんな持ってるのに忘れちゃったじゃん。プッシュポップね。プッシュポップのゲーム。そう、すごい早いんだよね、みんな。で、ゲームはね、本当にあの24時間禁止ですが、ミッションクリアした時だけ1時間やっていいですよ。あ、みなこなんか移動してますけど、どうしましたか？え、こっちに移動してるの。あー、椅子の上を陣地取るの？いずちゃんもこの椅子の上を陣地取るみたいですよ。うん。あ、みなこそこにするのね。そう、涼しい。みなこはそこで寝るらしい。はい、まりちゃん、なんか、ちょうちんのライトがね、あの、つかないということで、変えてます。あ、すごい綺麗。絶対難しいじゃん。はい、絶対難しい。ウノですね。話しながら、例えばリバースとか言ってくださいよ。リバースの意味を日本語で分かるならそれで言うとか。はい、ということでウノやるよって言ってごらん。せーの、やるよとそれをウノをなんか日本語に変えてごらん。このゲームで遊ぼう。いといと、あせっかくみんなを助けようと思って言ってくれたのにね、このゲームをやるようのゲームって言っちゃったのでマイナス100円です。え、佐々木さん、遊びって言おうとしたけど、いっちゃった。いっちゃった、かわいそう。脱がないで。できるんでしょうか？怖いんだけど。怖いよね。じゃあそう。じゃんけんしろ、じゃんけん。最初は石。せーの。ハサミ。紙。ハサミ。みなくんが一番最後。すごいじゃん。ハサミ。ハサミ。石。いずちゃんが一番最初、二番目、三番目。オッケー。オッケー。マリちゃんマイナス100円。よし。はい、オッケー。黄色。よし。今セーフって言ったよね。うん。いっぱい。いずちゃんマイナス100円。セーフ。セーフは高かったですから。ね、惜しかったですね。伊豆ちゃんがもうマイナス700円になっちゃったよ。ちなみにまりちゃんがマイナス500円、みなくんマイナス200円。すごいあるね。そうだね。オッケー。まりちゃん、またオッケーって言っちゃった。はい、マイナス100円です。本当面白いね。はい、どうぞ。ジャンプ。ジャンプ？ジャンプもね、カタカナなんです。飛ぶでよかったじゃん。飛ぶ。いいかもね。チェンジ？入れ替え。入れ替え？おお。オッケー。ゼロ。え？オッケーって言ったね、今また。え？知らない。言ってたよね。言ってた。はい、マイナス100円です、マリちゃん。知らない。めっちゃ言ってるんだけど。もう今の時点でマイナス800円とか言って、まだ1時間経ってないのに、マリちゃん本当にもらえない可能性ある賞金。緑。うん、緑。上がり。上がり。すごい。全然喋ってないじゃん。だよね、喋らないと、あ、当たっちゃった、オッケーって、うん、もうちょっとで1000円になっちゃうよ、マイナス1000円に。おやすみ。おやすみ。寝てるとね、言葉を発しないもんね。はい、みなくんね、今ビデオ回ってないところでイエーイ、よっしゃイエーイって言っちゃったのでマイナス100円です。あー、もうなんでさ、言っちゃうんだよ。ね、言っちゃうよね、カタカナって多いよね。はい、みなくんテーブルの下で寝るみたいです。ハブグンナイ、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 寝ちゃった。みなくん、お宝だからね、思いっきり。お母さんに、ちょっと待って、お母さんに騙されたんだけど。ね、ママね、引っ掛けたいから。イズちが好きなチャンネルに。チャンネルって言ったね、今、イズちゃん。またマイナス100円です。マイちゃん、大喜び。面白い。はい、で今からみんなお休みタイムみたいですね。お昼寝ですか？枕2つ持ってるの。やだ。会社だよ。あー、ずるいね、枕2つ持ってるの。だってさ、みんなさ、下は硬いんだもん。硬いなら、ヨギボーの上で寝たら。じゃあ枕か、だってさ、ヨギボー。ヨギボーって言った。みなこ、ヨギボーって言ったので、マイナス100円です。マリちゃん、うまいね、エヴァ。うん、写しにしたんだけど。あ、写しなんだ。上手。コピックで書いたの？ちょっと何もすることなくて辛いね。あ、やばい。なんかマリちゃんも怒ってる。バレちゃった。バレたもね、カタカナだからね。マイナス100円で、みなくん。100円。バレたも100円。やだ。やだ。やだ。
眠たいからやめて。今眠たい。返したいよ。返しますから。交差するから。みなくんもみんなをいじめないでくださいね。やだ。わかった？やだやだ。みんなは、みんなは取らない。わかった？やだやだ。やだやだ。やだやだ。ここが荷物置き場。うん。でここが私のところ。陣地ね。そう。いたね。陣地を置いたのか。ではみんなね、喉が渇いたと思いますので渡したいと思います。はい、アクエリアスね。はい、でここから取ったらいいよ。取れる？待って、勇気も同じです。ゲット。はい、次イズちゃん。イズちゃんちょっと難しくする。いいよ。すごいイズちゃん。はい、いいよ。大丈夫です。おめでとう。じゃあ皆さん飲んでください。はい、はい、水分補給大事ですからね、しっかり飲んでください。どうした？って言ったね、今ちっちゃい声だけど。何ですか？何か用ありますか？お手洗いっていう。お手洗い OK。 お手洗い OK で、マイナス100円ね、まあ、イズちゃんね。になりました。いよいよおやつの時間ですね。やった。パイの実とカントリーマームと、コアラのマーチとかおせんべいとかあるんだけど、何がいいかな？あとアイスクリームもいいよ。柔らかいクッキー。あ、柔らかいクッキーって言っちゃった。クッキー。マイナスエクイー。マジそう、マイナス。はい、じゃあ次、みなくん何欲しい？冷蔵庫の中に、中に入ってる冷蔵庫じゃなくて、あ、冷凍庫の中に入ってる、うん、あ、アイスクリームね。冷たいやつを。ああ、なるほどね。何味がいい？ラムネと、オレンジがある。じゃあみかんで。みかんね、オッケー、素晴らしい。外側は、うん、少しサクサクで。ああ、サクサクは思いっきりカタカナで、マイナス100円でーす。中側は、うん、茶色い、うん、すごく、あ、パイの実？パイの実ね。すごく美味しいものが。あ、オッケーオッケーオッケー。三人とも食べるものが違うんだね。茶色い。わかりました。じゃあ持ってきます。はい。はい、マリちゃんはカントリーマーム。はい、これ、お数自分で決めてね。はい、これマリちゃんじゃなくてイズちゃん。はい、イズちゃん、パイの実ね。はい、じゃあミナくんアイスクリーム。はい。お母さんありがとう。どういたしまして。ありがとう。はい。はい、じゃあいただき、あ、アイスって言ってる。みなくんふざけてるでしょ。わざと言ってるでしょ。うん、違うよ。カタカナ、アイスって。はい、ということでみなくんマイナス100円です。いや、冷たいやつありがとう。うん、どういたしまして。ダメ、そんないで。みなダメ。なんで？ねえ、なんで取れないかんの？お菓子で遊ばない。そうなんだけど。お菓子で遊ばない。やっぱいいや。投げない、お菓子を。オーマイガー。ママがさ、ママって言った。おイズちゃん、ほんとに面白いね。ママはカタカナなので、イズちゃんマイナス100円です。はい、では今からポケモンカードをやりたいと思います。はい、はい、みなくんはね、ちょっとお姉ちゃんを応援するみたいです。サイドもカタカナだし、デッキもカタカナだし、ベンチもトラッシュも。一面難しくない？そう、めちゃめちゃ難しいからね。まだまだ時間があるので、暇すぎてポケカをやっています。よろしくお願いします。はい、スタート。最初は石、せーの、ハサミ。あいこで紙、あいこでハサミ。こんな感じですね。あ、いったいったいった。マリちゃん強いんだよね。で、イズちゃんもめちゃめちゃ強いんだよね。あの、マリちゃんに勝ったことあるんだよね、イズちゃんね。これは何ですか？回すもの。あー、サイコロで合ってるのかな。うん、これも決まってるんだよ。なんかめっちゃつまんなそうなんだけどね。あの、なんかやりたいことあったらやってていいんだよ。うん、眠かったら寝てていいよ。でもさ、これをやりたい。あー、ゲームはダメです、まだ。ミッションクリアしてからですね。じゃあミッション、あ、よっ、言っちゃった。ということで、みなくんマイナス100円です。ミッションって言っちゃったね。3、 OK。 OK って言ったね、今。やったー。ということで、イルちゃんマイナス100円です。はい、2人が喜んでますね。イエイイエイって言ったね、今。お姉ちゃん、イエイ、もうマイナスです。はい、マイナス100円。やったー。
お姉ちゃんだよ。負けたぜ。おお、かっこいい。50。50。みゆちゃん頑張って。あ、いった、ただ。あ、なんて言った、なんて言った、なんて言った。ダメージって言った。あ、ダメージって言っちゃったのか。マイナス100円だ。完全にポケカなんてもう全部カタカナだらけだからね。なになんか言った？オッケーって言ったの？そう。あ、ゆうちゃんがオッケーって言ったの？でもね、ビデオ回ってないからセーフです。ビデオ回ってなかったからね、あのちゃんと音声残ってませんから、集中できないと思うから、ね、ちょっとこれであの時間を稼ぐ、うん、あ、そうだね、時間稼ぐよ、うん、そうだよ、8時まで、うん、寝るとさ、喋んないしね、マイナスにならないし。ハブグッナーイ。おやすみなさい。さっきそういう思いをしたんだからね、ママ。うん、確かに。お、ママって言った。パリちゃんじゃなくて、イズちゃん、マイナス100円です。ひなくんどうした？うるさくて寝れない。うるさくて寝れないって、じゃもうちょっと静かにしたよっか。ちょっと待って、ね、なんでさっき寝れたってそういう気持ちになったんだよ。あ、ほんと？だからいいんじゃん、うるさくしていいじゃん、うん、あんな大きい声でさ寝れる人っていないでしょ。うん、だからイズちゃんもうるさくしてるからね。あ、さっきイズちゃんが寝てる時にうるさくされちゃったからってことね。まあ夜は大丈夫だと思うけど、お昼寝は邪魔されるかもね。でもそういうね、意地悪なことはさ、しないようにしよう、うん、ね。はい、みなこは寝ちゃいました。どうしたの？400円だったよ。イズがそう、400円だったよ。何？お母さんが、うん、撮ってないから。あ、ビデオ撮ってないから 回数を付け足さないよって言ったから、うん、5回も言ったんだよ。あ、カタカナは5回も言った？6回だよ。5回だって。なんで1個に増やすの？次どうぞを、うん、英語で言ったり、あと、あ、それも言ったりしたの？ビデオ回ってないからカタカナ言ったって感じ？違うよ。たくさんカタカナをイズちゃんが言ってるからずるいよって話？そう、それで、うん、あのイズ言ってたのに、うん、あのじゃあなんて言ったのって言って私を引っ掛けようとしてるんだよ。それで返す返してんの。あ、そういうこと？あ、マリちゃんにわざと言わせようとしてたってこと？そう。で、それで言えないんだったら回数に稼げないでしょって。だってさ、証拠がないじゃん。うん、確かに証拠はない、ね。私は聞いた。うん。証拠がないからダメです。ちっちゃい声で。うん、なるほど、ね。だからゼロです。うん、ゼロゼロ。そう、ビデオも撮ってないし、そこはゼロね。あの、映ってないもん。音声取れてないから、そこはゼロね。ママ聞いてもね。ママ聞いてなかった、ごめん。ちょっと。思いっきり何回も言ってて、わざと。ほんと？わざとじゃないよ。わざとは言わない。わざとじゃないよ。じゃあ、なんでこんなに言ったの？わざとはやめよっか。でも、ゆずちゃんわざとじゃないよ、だって。さあ。怖っ。はい、不穏な空気が流れてますけど、やめますか？やめる。やめる？わかった。マイト本当に。私の勝ち。ポケモンカード。私の勝ち。しかもポケモンカードって今言ってた。ということでイズちゃん、イズちゃんマイナス100円ね。ねえ、なんで？なんで？私の勝ちなんだよ。もう我慢やめる。数えるからさ、おはようもかじってことはこれも全部私のってことだね。そうだよ。ねえ。イズちゃん、自分のものはさ、自分のだけでさ、相手のものは返そうよ。だって前がバラバラにしたからいけないじゃん。違うよ、イズが最初に30取ったんだよ。ちょっと、でも分かるでしょ、それは。置いたんだもん。最終的には分かるでしょ、数。分かんない？分かんない？分かんないよ。え、分かんないの？イズがこんなに取ったんだよ。これ5個もあったのに。イズちゃん、取らない。マリちゃんのママ見てたよ。合ってる？これ。これまゆちゃんの入ってる中に。わかんない。だから分けるの？分けるって。平等に。平等に分けるって。ねえ。いつのせいなんだから。いつのこれ取り上がって。取ってない。取ったよ。あんまりさ、ちょっとやめようね、そういうの。はい。やだね。やだね。部屋の中で怪我とか本当やめて。怖い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 。それで前怪我したことあったから。みなこも猫切って縫ったことあったから、やめてね。仲直りしよう、謝ろう。じゃあ2枚返せばいいの？そうだよ、さらに返して。やだ、それは返さない。なんで？クワッスあげたじゃん。なんで？クワッスって思いっきり言ってたね。これマイナス100円ね。まず、さっきいつもサルノリって言っちゃってた、さっき。サルノリって言っちゃった？あー、じゃあマイナス200円だ。怪我する。ちょっと待って、怪我して。あ、飲み交わしてた。仲
ったの？ダメカンってそうなの？カタカナ？カタカナ。あー、カタカナか。カタカナってマリちゃん言っちゃってるからね、今。そうだよ、カタカナです。やったー、やったー。2人でそうやって足の引っ張り合いをしないね。もう2人でさ、クリアできるようにしようよ。5000円はゲットできるように頑張ろうよ。やりたくない。ミナトなら一緒にいいよ。最初からミナトポケモンカードやりたかった。うん、でもミナト寝てるからね。これは一応ダースベイダーのテーマを吹いております。でも全然違います。ちょっとミナトかわいそうだよね、これ。うるさすぎって。6時11分になりましたので、そろそろミッションをやってもらって夜ご飯をゲットしてもらいたいと思います。はい。ということで、いずちゃんがね、まだ寝てるので、皆さんちょっと優しく起こしてあげよっか。起きて、起きて、いずちゃん。夜ご飯になるよ。夜ご飯の時間だよ、いずちゃん。はい、ではいずちゃんが起きました。とっても眠そうなんですけれども、早速ミッションを皆さんにやってもらいます。はい。ミッションは3分間カタカナなしでマジカルバナナを続けてください。マジカルバナナ。あ、いたよ。あ、それでいい、それでいい。うん、あ、バーナーしか言ってないから大丈夫。マジカルって言っちゃったね。はい、ということで、まいちゃんマイナス100円。よーい、ドン。せーの、マジカルおにぎり。おにぎりと言ったら、あ、お米。お米と言ったら、おいしい。おいしいと言ったら、いちご。いちご。いちごと言ったら、赤い。赤いと言ったら、チー。いちと言ったら、液体。液体と言ったら、水。お水と言ったら、おいしい。おいしいと言ったら、果物。お果物と言ったら、ぶどう。ぶどうと言ったら、紫。すごい。紫と言ったら、毒。毒と言ったら、怖い。怖いと言ったら、ドラキュラ。あ、ということで、みなくん、カタカナで言ったし。お化け。あー、オッケーオッケーオッケー。お化け。いいよ、お化けオッケー。せーん。ただ、みなくんマイナス100円ね。せーの。お化けと言ったら白い。ゆっくりしていいよ。白いと言ったら電気。電気と言ったら明るい。明るいと言ったら電気。電気と言ったら光る。光ると言ったら太陽。太陽と言ったら眩しい。眩しいと言ったらオレンジ。オレンジは、そうだね。申し訳ないけど、カタカナです。ということで、マイナス100円です。そして、1分51秒で終わってしまったので、ミッションクリアならず。残念。オレンジは完全にカタカナですね。さっきさ、ミッションさ、クリアしなかったんだけど、2回目のミッションをクリアすれば、OK にしたいと思います。やったー。マリちゃんだけにすごい難しい問題を出すって感じでね。あの、マリちゃんがクリアすればみんなが欲しいのを食べれる。はい、では一人ずつ何が欲しいか言ってください。で、まず私からね。うん、何食べたい？夜ご飯。私はお寿司が食べたい。あ、お寿司が食べたいね。みなくんは？あの、緑色の看板、うん、緑色の看板めっちゃあると思うんだけど、こうやって書いてある、うん、M、 うんうん、モスバーガーね。そう、みなくんはモスバーガーが食べたいみたいです。キッズセット。飲み物は何がいいの？オレンジ？なんだっけ、リンゴ。リンゴ。あー、なるほどね。うん、まあ、アップルと言ってないからよしにしましょうか。はい、じゃあ、いずちゃん。パンの。パン。いずちゃん、マイナスですね。カタカナ言っちゃったんで。柔らかいパンの中に。また言ってる。はい、またマイナス100円。
品です。柔らかいパンの中にって、また言っちゃいました。また前の作品ですね。やったーよっしゃー。そのパンは分かったから、パンの中に具材が入ってる。うん、ハンバーガーね。伊藤ちゃんもハンバーガーってことね。分かりました。では、まりちゃんに問題を10問出します。10問すべて正解したら、パーフェクトだったら、3人の好きな夜ご飯がゲットね。イエーイ。分かった時点で答えて。うん。成田国際空港があるところです。東京都。ブー。あ、分かった。もうダメです。え、どこ県だと思う？千葉県。そう、千葉県でした。千葉県分かったから、あの、OK としますね。やったー。ずるいからね。ママからするとずるいってなるけどね。いつも、いつも1回のチャンス、うん、あ、でもほら、2人のために頑張ってんだよ。うん、うん、ここも都道府県答えてください。はい。日本の首都で国会議事堂がある。大きな赤ちょうちんで有名な浅草がある。あ、東京都。ピンポーン。県庁所在地は横浜市。何県でしょうか？鶴岡八幡宮や大仏で有名な鎌倉がある。神奈川県。ピンポーン。素晴らしい。もう一回。神奈川県かなって思ったけど、間違ったら困るから。素晴らしい。県庁所在地は札幌。北海道。ピンポーン。素晴らしい。ちなみにジャガイモの収穫量日本一です。都道府県答えてください。はい。5問目。夏にねぶた祭りが開催されます。リンゴの収穫量が日本一です。3。青森県。ピンポーン。素晴らしい。今でも噴火する桜島がシンボル。ここでピンときた人はすぐ答えられます。もうこのヒントで終わり。ロケットの打ち上げが行われる種子島がある。はい、どこの県でしょうか？ママ県って言っちゃったからね。ヒント、ズボンの形。わかんない。それわかんない。やって。はい、ということでまりちゃん、鹿児島県でした。うん、鹿児島県。全然わかんない。次の問題わかる？県庁所在地は那覇市。那覇市でわかんないとママ泣いちゃうけどね。沖縄。ピンポーン。那覇空港ってあったでしょ。パイナップルの収穫量が日本一です。おお。じゃあマリちゃん間違えちゃったね。最悪だね。ただママはまだチャンスをあげますよ。かわいそうだから。次の問題10問正解したらいいよ。これはどこでしょうか？千葉県。千葉県。お、当たり。次はここです。どこでしょうか？漢字。またまるちゃんダメだな。もう今日の夜ご飯はカレーにします。これ嫌だ。カレー、カレーって言ってる。はい、じゃあまた100円マイナス。はい、はい、じゃあ分からないですね。待って。じゃあカレーに、カレーです。でカレーも美味しいからね。おめでした。岐阜県。はい、試してください。大当たりです。素晴らしい。はい、次これどうぞ。島ではないですね。どこですか？あー、もうまりちゃんダメですね。3。待って。2。待って。1。福島県。はい、見せて。広島県。あー、もうチャンスはありません。ということで、やだカレー。まりちゃんは行った。あ、カレーってちょっとね、本当に確かに。やだ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 。今日はあのカレーを頼みますので。あーなー。いやいやいや、カレーも美味しいし、うん、出てくるものは食べてくださいね。では、いずちゃん、どうしてもカレーを食べたくないということで、急遽お家にあるね、パスタで作ってみました。はい。はい、では、たらこパスタ、いただきます。いただきます。はい、まりちゃんだけね、カレーを頼みました。はい。はい、で、みなこはさっきおやつを食べたり、きゅうりを食べたり、ちょっとおにぎりも食べたので、なしにします。いいな。いずちゃんはね、本当に何でも食べますから。めっちゃ美味しそうじゃん。はい、まりちゃんのカレー届きました。ほうれん草チーズカレーです。はい、じゃあみなくんちょっと変になってますけど、じゃあまりちゃんの席開けてください。はい、いただきます。はい、いただきます。ムーが一番最後の文字。文字は入りません。だから T。 はい、みなくんできました。みなくんもたらこスパゲッティです。いただきます。はい、食べてください。笑わないで、さっきのおやつタイムじゃないから。みなこんはカレーがちょっと今日はそんな気分じゃないということでわがまま言ったので、いずちゃんと同じたらこパスタね。美味しそう。みなこん美味しい。うん、全部食べられそう。うん、うん、はい、食べる人は
キウイも食べてください。ね、パワーアップするから、あ、ミラくんもキウイだ。あ、今キウイって言ったね。はい、ミラくん今キウイって言ったのでマイナス100円です。やったーイエーイ。あ、今イエイって言ったね。イエイもカタカナなんで、ちょっと今取れてなかったんだけどね。マイナス100円です。イエーイ、はい、やったパパはいい。パパとママはオッケー。動画撮ってない時にさ、イズ思いっきり言ってたよ、カタカナ。なんて言ってた？でもね、めちゃめちゃたくさん言ってたよ。あ、ほんと？めちゃめちゃたくさん言ってた。例えば撮ってなかったな。撮ってたらマイナスにできるんだけどね、ビデオで。例えば2つだけ。2つだけ言った？例えばパスタとか。うん、5回以上は言ってたよ。違うよ、そんな言ってないよ。自分でしょ。カレーと。つまんねえね。カレーね。つまんないね、今日。本当に人生で一番最悪だですね。そんな人生でなんて早いでしょう。キウイって言った。あ、キウイとカレー、イズちゃん今言ったので、今ビデオにしっかり撮れたので、カレーとキウイね、引っかかっちゃったよ。緑の果物とって言えばよかった。いいよ、別に。茶色い食べ物といいよ。じゃあマイナス200円ね、2回言っちゃったってことで。あ、素直でよろしい、素晴らしい。なんかちょっと投げやりな感じもするけど。で、ミナ君とイズちゃんさっきからずっと喧嘩してるんですけど、ちょっと仲良くしてもらっていいかな。今日3人一緒に寝るんだから、喧嘩して寝るとね、嫌でしょ。嫌だ、2人で寝たい。うん、うん、3人で寝る、3人で。仲間外れとかはなし、分かった。自分の陣地で寝る。うん、そうそうそう。はい、キウイ今分けてるよ。はい、じゃあマリーちゃんは今から矯正の器具をつけますよ。はい、もう自分でできるんだよね。そう、できるよ。はい、マリーちゃんつけました、ヘッドギア。矯正をね、12時間これつけていなきゃいけないので、もうつけておいて、明日8時になったらね、外したいと思います。はい、どうですかそれ。あ、なんか後ろに行ってる感じが。ああ、歯が後ろに行ってる感じする。うん、これね、1年以上かけてね、多分1年半ぐらいかかると思うんですけど、ちょっとそれで直していきますから。はい、はい、じゃあ寝る支度してください。このヨギボ使っていいから。明日はママがお弁当作ってあげるから。やったー。はい、水増し時計書きたいと思います。はい、まずイズちゃんのやつは6時45分に起きます。おお、早い。はい、私は7時に起きます。早っ。おー、8時とかじゃなくていいの、せっかくの休みなのに。早く起きたい派なんで。早く起きたいのか。そう。はい、これは上の歯がちょっと前に出てきちゃってるので、矯正の方法でこの6歳キッシュを後ろに下げる器具をつけてます。で、はめて、はい、で、横向いてごらん。この輪ゴムで引っ掛けて、ヘッドギアをつけて、で、後ろに下げる、寝るという。外すときを教えて。まず外すときはまず輪ゴムを、ここを輪ゴムを取って、どっちも取って、で、前歯押さえながらね。そう、穴から器具を外して2箇所、ね、歯に近づけながらね、うん、グッと、それで取ります。はい、そんな感じでね、毎日ね、朝やってます。で、学校に行く、学校に行く時はこれはつけませんね。寝る時だけつける12時間タイプのものです。では今からゲーム、ネットフリックス、YouTube、どれか好きなことを1時間だけしていいので、ミッションをクリアしてください。どんなミッション。ミッションは、あ、あー、ということで、みなくんマイナス100円です。イエーイ。あ、え、イエーイも言っちゃいました。はい、まゆちゃんマイナス100円。やって。はい、じゃ今からね、ミッション発表するね。30秒間片足で立てたらクリア。よーい、スタート。おー、大変素晴らしいですね。はい、頑張ってください。まだ7秒です、7秒。頑張れ、みなくん、耐えろ。え、余裕。3、2、1、クリア。おめでとう。みなくん、ちなみに何やりたい？ゲーム？銃で撃つの。ああ、ゲームって思いっきり言ってましたね。はい、マイナス100円。よーい、スタート。30秒です。あ、でも最初だけだよ、揺れてるの。すごい。5、4、3、2、1。 OK と言いたいところですが、まあいっか。ジャンプしてたね。こうやって、うん、ジャンプしてたね。そうだね。え、でもこうやっていいじゃん。うん、そう、でもちょっとかわいそうだから、頑張ったからクリアとします。はい、オッケー。はい、ではマリちゃんいきますよ。よーい、スタート。頑張って。スタートって言っちゃったね、ミナくん。マイナス100円です。ニヤニヤ笑ってるから。1、0。はい、クリア。オッケー。ということで、今から
い、1時間だけゲームやっていいです。あのネットフリー見てもいいです。YouTube 見てもいいです。はい、じゃあ自由時間ですね。おめでとうございます。イエーイって言っちゃった。マイナス100円です。やったー。夜なので一旦ね、みんなに途中経過の金額を伝えたいと思います。では発表します。はい、マリちゃんがカタカナを言ってしまった回数は25回です。なのでマイナス2500円ですね。やったー。現時点では7500円ゲット。伊豆ちゃんはカタカナをなんと30回も言ってました。なのでマイナス3000円です。7000円です、今の時点でね。はい、じゃあ次ミナくん、30回カタカナを言ってしまいました。なのでマイナス3000円です。なので2人とも7000円ですね。マリちゃんが一番500円リードしてますね。はい、ということで今からもゲームすると思うんですけども、ゲームしながらビデオを撮ってますんで、カタカナ言ったらどんどんマイナスしていきますから。今これやってます。ゲームね。はい、今そっち行く、パパのところ。あ、じゃあお父さんパパって言っちゃった。マイナス100円。はい、では寝る時間になったので、皆さん自分のスペースを確保して眠ってください。はい、分かってる。あ、そのライトがあるのか。うん、あ、ライトって言っちゃったよ。今ライトって言った人誰？マリ？ミナ？じゃあマイナス100円ね。ライトって言っちゃったよ。疲れたでしょ。疲れた。この硬いところで寝るとさらに疲れそうだけど大丈夫かな。ユリボーに行ってもいいからね、ミナ君の隣にね。おやすみ。はい、目覚まし時計が鳴っています。お、早い。まだ寝ていた人は寝ててくださいね。おはよう。まだ7時前だよ。はい、ちゃんと朝までここで寝てましたね。偉い。はい、今日の朝ごはんはこのお弁当をみんなで食べてもらいたいと思います。みなくんは唐揚げが大好きなのでメンチカツもたくさん入れました。はい、これはいずちゃんのお弁当、まりちゃんのお弁当です。はい、じゃあみなくんだけね、起きたので朝ごはんを食べたいと思います。はい、いただきます。まだお姉ちゃんたち寝てるからね。うん、あ、こーず、あ、お姉ちゃんたちは卵焼きがついてます。うん、いいじゃん。めちゃめちゃ美味しい。ありがとう、お父さん。はい、今7時40分です。あと5時間ぐらいだね。5時間20分でクリア。まだまだちょっとあるからね。うん、おはよう。はい、おはよう。まだいずちゃん起きてませんけどね。いずちゃん起きて、ご飯食べるよ。歯磨きしますよ。歯ブラシはカタカナ入ってるからね、ブラシが。はい。じゃあ、いずちゃんまだ起きてませんが、いただきます。いただきます。はい、一人一人食べてくって感じだね。あ、美味しそう。美味しそう。よかった。いっぱい。うん、ご飯飲めちゃいます。あ、そうだ、ブロッコリーって言っちゃいけないよね。まりちゃんのさ、お弁当箱ってなんだっけ。小さい隅っこ暮らしね。そう、隅っこ暮らし大丈夫。隅っこ暮らしの子だけはね、カタカナなの。ということで、マイナス100円でーす。エルちゃん起きてきました。おはよう。はい、おはよう。起きて10秒でお弁当を食べます。すごいね、イズちゃん。じゃあ、イズちゃんもね、てんこ盛りのお弁当です。えらいえらい、着替えてきました。みなくん、キウイ、今日もキウイですね。えらいえらい、イズちゃん、えらい、ブロッコリー食べてる最初から。めっちゃ好きですね。はい、いただきます。こっち最強の技。めちゃめちゃ美味しい。うん、唐揚げね。はい、みなくんが一人でオセロをしています。あ、もう勝ったっすね、黒の。黒の勝ちなの。シロちゃん、頑張って。マジでシロちゃん、シロちゃん。はい、ここでおっと、みなくんがいきなり何かをママに言ってきました。みなくん、何ですか。ギブアップする。なんでギブアップしたいの。ここまで頑張ったのに、あと3時間なのに。3時間じゃない、あと4時間だ。あと4時間なのに今9時だから。一体何があったの。だってね、うん、もうさ、ずっとリビングにいるの嫌だ。あー、なるほどね。外にお散歩も行きたいし、うん、あとさ、カタカナ言っちゃダメなの嫌だ。
タカナ。カタカナってもう一回やっちゃった。マイナス100円ね。であとゲームもできないしね。うん。だからもうギブアップするよ。いいのギブアップ。ゼロ円になるよ。今まで頑張ってきて、まあ、7000円とか6000円ぐらいは今のところもらえる予定だったんだけど。大丈夫？本当にいいの？本当にいいの？これからもうちょっと多分カタカナ言っちゃうから5000円ぐらいに減っちゃうと思うけど、5000円なんて言ったらすごい高いお金だからね。でもね、部学生みたいはもう本当にそう、お手伝いもさ全然しなくても5000円ぐらいはもらえるかもって感じだよ。みなくんギブアップでいいね。あの1回ギブアップって言っちゃったらもう撤回できないからね。戻すことはできないからね。じゃあ今考えて、よく考えて、ギブアップ、それともやっぱりやめる、どっちか。で、ちなみにギブアップって言葉はもっとカタカナだからね。で、V バックスとかって誰か言ってたよね。マリちゃんだ。イズちゃんも言ってた。二人ともマイナス100円ね。よく考えて、よく考えて。で、マリちゃんたちがクリアしたら、僕は0円だけど、お姉ちゃんたちはちゃんと賞金ゲットできるんだけど、それで羨ましいとかって泣いて怒ったりしないんだよ。うん、はい、どうぞ。いくよ。うん。ギブアップしない。しないで。そして思いっきりカタカナ言ってるから、またマイナス100円ね。でもやっぱりしないじゃない。する？やっぱりする。やっぱりする。ギブアップ。ギブアップ。ギブアップ。本当にいいね。うん、ギブアップ。取り消せないよ。うん、ギブアップ。はい、ということでミナ君ギブアップ決定です。いやー、おめでとうございます。ただ0円だよ、賞金なしね。うん、こんなに頑張ったのにね。よく頑張りました。オッケーオッケー。じゃあもう自由に遊んでください。もうどこ行っても OK だから、自分の部屋で遊ぶなり、ゲームもしていいんだよ。あ、そっか。うん、自由自由自由だよ。すごーい。みなくんがギブアップしました。ちょっと羨ましいと思うんですけど、まりちゃんもギブアップすることできるからね。でもな、あと4時間だからね。ねえ、よくここまで頑張ったよ。9時だからもうあと4時間だから、どうする？いや、まだまだ頑張る。うん、はい、みなくんがなんか来ました。ゲームをちょっと自慢しに来てます。ほら、ゲームやるよって。自慢しに来てる。羨ましいね。羨ましい。はい、ではちょっと寂しくなったんですけれども、今からね、二人でなんかゲームをしてもらいたいと思います。これもやるよ。はい、じゃあオセロやります。最初は石、せーの、ハサミ、最高で石。オセロどっちが強いの？わかんない。 あんまりやんない。2人でミナ君とはやってるよね、よくね。ミナ君何気に強いからね。オッケー。オッケーって言っちゃった。イズちゃんオッケーって言っちゃった。マイナス100円。あともうちょっとだからね。はい、次は何やるんですか？ポケモン。ポケモンカードまたやるみたいですね。うん、好きだから。うん、はい、では今から途中経過を発表しますね。はい。2人は何回カタカナを言ってしまっているのか、昨日から計算しました。イズちゃんは35回言ってます。35回。なんとマリちゃんも35回です。はい、ちなみに10時ですね。9時57分、10時になりました。あと2時間。あと3時間。13時までだから。そっか。うん、また来ました、また来ました。みなくん来ましたよ。またなんか自慢しに来たのかな。チャンネルでネットフリックス見ようっと。あー、ずるい。何見るの？何でもいいじゃん。何でもいいじゃんだって。じゃあ、さよなら。はい。ネットフリックス見たくないの？見たいよ。だってリッションクリアしたら。リッション。ギブアップ。あ、そうだ、ミッションって言っちゃったね。あ、もうやばい。やばい。やばい。さすがミナ君。もういい、言わせてきてるね。素晴らしい。ミナ君よくわかってる。ギブアップする？ギブアップしたい？ネットフリックスが見たくなってきちゃった、マリちゃん。ちなみに何見たいの？ハイキューって言わせたかったの、ママ。そしたら最後の一人はもうクリアにしてあげる。一時になってなくても。やったー。ね、よく頑張ったから。いいしない。しよっかな。まーちゃんしたらすぐにハイキュー見れるよ。楽しいし。でもさ、あれが欲しい、あの本が欲しい。あ、本も欲しいね。漫画本が欲しいから、今頑張ってるんだよね、賞金。どうする？みなくん、ナイス。よく言わせた、カタカナ。そしてギブアップさせるっていう方向に持ってってる。さすがみなくん。ギブアップする。ママもね、ギブアップしてほしいんだよね。いいです。みんなにしてほしいんだよね。今、お小遣いが5000円あるから。うん、いいかな。これ見る？もったいない。すごいもったいない。見たいよ。見る？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 どうしようかな。
めっちゃ悩む。お昼ご飯も前にしてね。惜しいね。いずはしないよ。みずちゃんはしないんだよね。一回もしないからね。みずちゃんね、負けず嫌いなのよ。辛抱強いの。じゃあまだしないかな、まりちゃん。いい？決めた。決めた？あ、決めましたか。わかりました。重大な決断をしたみたいです、まりちゃん。では、どうぞ。ギブアップします。あ、違うの？よく頑張った、まりちゃん。素晴らしい。ということで、賞金ゲットならず0円です。ということで、24時間チャレンジ終了で、いずちゃんが賞金ゲット。やったー。おめでとう、まりちゃん。はい、まりちゃん、本当に可哀想なんですけどもね。同じ時間頑張ったんですが、でもどうしてもハイキュー見たいってことで。はい、じゃあもうハイキュー見ていいよ、片付けたら。ということで、みんなよく頑張ったね。今回の24時間チャレンジどうでしたか？めっちゃ難しかった。あ、難しかったね。難しかったけど、一番難しかった。みなくんはつまらなかったって。これで分かったのは、日常の中には、カタカナがいっぱいあるんだなって。そうそうそう、すごいいっぱいあるね、カタカナね。びっくりするぐらいあったね。はい、では今から自由にしてください。はい、では今から結果発表をします。はい、まりちゃんがギブアップということで、まりちゃんは0円なんですが、なんとね、まりちゃんは35回ね、行ってしまいました、カタカナ。いずちゃんはあれから1回増えて36回です。なので計算しますと、いずちゃんの賞金はなんと6400円です。うわー、おめでとうございます。イエーイ。はい、じゃあ皆さん思いっきり今カタカナ使いまくってください。どうぞ。しますね。はい、では皆さんにご挨拶しましょう。よく頑張りました。